残響のテロルは、マッパ制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。2014年7月から9月まで、フジテレビ、の痛みな枠にて放送された。完全、オリジナルストーリーで、監督は、渡辺真一郎、音楽は、菅野陽子の、カウボーイビバップコンビが手掛ける。キャッチコピーは、この世界に、引き金を引け。渡辺監督は、 アイスランドの音楽から本作を発送し、劇中でも寒い国の音楽という言葉やアイスランド語のキーワードを登場させている。それに従い間の共同音楽プロデューサーとみながケイスケらが制作したサウンドトラックもアイスランドのスタッフとミュージシャンを交え、シガーロス所有のレイキャウィークのスタジオで録音を行っている。年月日には第回文化庁、 メディア芸術祭において、審査委員会推薦作品に選出された。2015年4月2日には、ブラッド・シー、本作、学園目白区ハイスクール・オブ・ザ・デッドの日本製、アニメ3作品が暴力賛美に当たるとして、中国政府から名指しで批判されていることが報じられた。本作の場合、少年が核兵器の原料を強奪し、 原子爆弾を製造する内容が問題視されたという。2015年10月に部隊化が発表された。青森の核燃料再処理施設で、二人の人物によってある物体が強奪される。強奪犯の一人は、施設の床にスプレーで、フォンという謎のメッセージを書き残し、もう一人と共に施設を脱出する。後に捜査関係者に対して強奪された物体は、プルトニウムと伝達される。 それから半年後、夏休み前の暑い日、九十神と久美冬ふがとある高校に転入してくる。周りの注目に目もくれず、二人はある計画を進めようとしていた。そして二人は転入先で他の女子生徒からいじめられていた三島リサを気にかける。リサは二人が幼少期に脱出した施設に残してきた幼なじみに似ていた。数日後、元警視庁、 捜査一課刑事で、現在は文書家で無意な日々を送っている、柴崎健二郎は、前日に見た、スピンクス1号2号と名乗る二人の若者が、犯行声明を出していた動画が気にかかっていた。動画の予告通り、東京で大規模停電が発生し、新富冬寺が仕掛けた爆弾テロにより、都庁で大爆発が起こる。冬寺がリサに目撃されたことから、新はリサに、 ここで死ぬか、共犯者となるかを選択させ、リサは共犯者となることを選ぶ。そして、スピンクス1号2号は、次の爆破場所を謎謎で伝える、新たな動画を公開する。捜査一家はこの謎謎の解明に失敗し、第2の爆破を許してしまう。捜査一家課長の倉橋は、第2の爆破事件直前に、謎謎の真の解を自分に伝えた柴崎に、 捜査一課への復帰を促す。捜査一課に復帰した柴崎の活躍は目覚ましく、スピンクス1号2号の第3の爆破予告の謎を解き、爆破の阻止に成功する。さらに警視庁は都内に残された監視カメラの映像からスピンクス1号2号のアジトを特定する。一方、スピンクス1号2号は第4の爆破予告を公開する。 柴崎は彼らが動画で伝えた謎謎を正々堂々と解こうとするが、捜査一課のハムララ刑事たちは、謎謎の解明より、容疑者逮捕が優先と、アジトの強制捜査を実行したため、スピンクス1号2号は、柴崎以外の警察官がズルをしたとして、もぬけの殻のアジトに踏み込む、警察官の姿を生中継した上に、ネット上に、 警視庁からクラッキングした捜査情報を流出させ、警視庁の威信は地に落ちる。警視庁が混乱に陥っている頃、アメリカは新富裕人が幼少期に脱出した施設に、かつて収容されていた廃部を日本に派遣する。スピンクス1号2号は、第5の爆破予告を発表し、柴崎に爆破予告の謎謎を解かせることで、自分たちのテロリズムの意図を理解させようとするが、 背部は警察上総部に圧力をかけて柴崎らの動きを封じ、さらにはスピンクス1号2号のパソコンをクラッキングし、彼らが爆弾を仕掛けた地下鉄の動きを追えないようにしてしまう。柴崎らが一向に動かない上に爆弾を仕掛けた地下鉄の動きすらわからなくなったスピンクス1号2号は自ら爆弾の回収に動く事態になる。これがスピンクス1号2号と ハイブの戦いの始まりだった。ハイブはスピンクス1号2号との知的ゲームを楽しみながら、彼らが青森で強奪した物体を手に入れようとする。一方、柴崎は独自に捜査を進め、かつて一部のエリートたちによって行われていたアテネ計画と呼ばれる壮大な人体実験が一連の事件の背景にあることを突き止める。番組放送終了後に出題されるクイズ。 石川怪人と斎藤相場がスピンクス1号2号に噴して出題する。問題作成はジャパンメンサ。番組公式ツイッターをフォローした後、クイズに回答できる。なお、第11回は番組終了後にテレビでのクイズの出題はなかったものの、問題自体は出題されており、第11回では出題された問題とは別に特別問題も用意されており、 かなり難しいものとなっている。なお、石川、斉藤の二人は、問題出題時にはその問題を見ていなかったため、何もわからなかった。第11回のクイズの回答は、10月3日0時に発表された。プレミアム 3D ステージ残響のテロルは、2016年3月2日から3月6日まで、ゼップブルーシアター六本木で上演された。ありがとうございます。